皆さんどうもこんにちは、フルサクスチャンネルのサクシでございます。本日はですね、ずいぶん待っていましたけども、すごい楽しみにしていたフィギュア、こちらがやってきたので開封していこうと思います。今回紹介するのはこちら、ホットトイズから発売されましたムービーマスターピースアリータになります。こちらはですね、映画アリータバトルエンジェルの主人公アリータになりまして、まあずっと延期していたんですけれども、とうとう10月の末ぐらいかなに届くという感じで今回届きました。新品のホットトイズって何気久しぶりな気がします。袋をね、解くのが大変でした。箱がすっごいよくできてるんですよ。本当にこのフィギュアの一つの良さは箱で、めちゃくちゃかっこいいんですよ。ホロ加工がされていたり、アリータのロゴがかっこよかったり、アリータの名前もかっこよかったりね、こういう風に上にも下にも書いてありまして、横にはね、あのドールの手状態がついてたりします。非常にかっこよくできた箱になってまして、僕は今これをねデトルフで箱ごと飾っております。で本当によくできてますよね。箱がまず良さの一つです。でこういう風に開けるようになってまして、中にブリスターが覗けるようになっております。この辺もとてもいい作りになってますよね。かっこいい、本当こだわりの箱って感じ。いや、ホットトイズ的に行くと多分久しぶりのこう金属アーマー部分をプラスチックで作ったフィギュアなんじゃないかなと思ってまして、その辺の墨入れだったりだとか、あとは結構ですね、装備とか付属品、土台なども気になるところですよね。なんでその辺を注目しながら開けていこうと思っております。いや、ちょっと話戻るんですけど、この箱の良さはやっぱいつ見ても素晴らしいですね。輝きがとてもいいんですよね。もちろん他のねアベンジャーズシリーズの箱もかなりいいんですけれども、僕個人的には今まで買ったホットトイズの箱の中ではこれが一番好きなんじゃないかなと思っております。まあ、中に入ってるアリータ、実はこのね血のなんて言うんですか、血化粧というんですかはついてないんですけどね。さあ、そんな感じでまず台座から紹介していきましょう。なんかどうなんだろう、使い回しみたいなことを聞いたような気もするんですけど、ちょっと僕は見たことなくて、こういうかなりがれきがたくさん入っているホットトイズの台座になっております。僕は初めて見ました、少なくともね。で、まあフレキシブルではないんですけれども、このプラスチックの棒を刺しまして、そこにね、腰を支えてあげる、なんて言うんでしょうかね、パーツをつけてあげれば完成です。まあとてもかっこいいね、飾りやすい、ロゴもいいでしょ。アリータバトルエンジェルアリータと書いてありまして、すっごい見た目がかっこいいんですけれども、まあ何点か一つありまして、瓦礫が多すぎて飾りにくいったらありゃしないっていうのは本当にありました。パッと見た時にはこんなかっこいい台座なかなかないぜって思ったんですけれどもね、ちょっと飾りにくかったです。さあ、そんな感じで中を開けていきましょう。このブリスターを開ける瞬間が僕は一番好きです。まず小物から心臓が入っております。なんぞやってなる方結構多いんじゃないでしょうか。映画見てない人からすると、なんで心臓を早速紹介するんだろうと思うんですけども、この心臓めちゃくちゃ強いです。マッチの一つや二つの電力なら賄えるというとんでもない心臓になっております。まあロストテクノロジーですね、作中では。はい、そして手首パーツ、何かを持てるもの、拳、握り拳と、そして開き手パーツが入っております。まあこの辺は普通かな、よくあるありきたりなセットという感じになります。まあかなりやはりディティールがホットトイズなのでよくできていますよね。いやー、これ素晴らしいですよ本当に。さあ、そしてブーツも入っておりまして、これもまたよくできております。今回のアリータのねいいところの一つとして、可動っていうのがあるんですけど、このブーツも硬いながらもこういう風にここから曲がるようになってまして、可動させやすいようになっております。ただまあスーツをね着せて飾らない限り、この靴は履けないのかなといったところがちょっと残念じゃ残念ですね。せっかくよくできてるのにね。ほんとこの質感がとても革っぽくて僕は好きです。本当にホットトイズさんの小物ってよくできてますよね。そしてこのスーツがついております。では作中で一番印象深いスーツだと思うんですけれども、合皮なのかな、すごいよく伸びるんですよね。かなり薄い素材で作られていまして、扱いはとても慎重にしないと怖い素材ですね。でここのチャック開けるシーンも怖いんですよ。ここね、力がいるんだけど力入れられないんですよ。薄すぎてなかなか難しいです。気をつけながら開けていきます。そうすると中はこんな感じ。これ合皮なのかな、僕ちょっと詳しくないんで分かんないんですけど、すっごい薄いんですよ。ほんとペラペラ。ただよくできています。ちゃんとねこういう風にデコボコしていて、模様もしっかり再現されています。でズボンとかもね、しっかりこういう細かい、なんていうんだろう、線の部分、ラインの部分もしっかり再現されておりまして、この寄ってもね、もう6分の1とは思えないクオリティしてるんですよね。この辺もさすがホットトイズだなと毎回開けて感動します。そして最後にこの印象的な刀ですね。こちらもねロストテクノロジーになってまして、劇中ではね、これはもうねとんでもない剣なんですけど、持ってるやつ、初めに持ってるやつは大したことがないね、小物が持ってるというね気になる方はぜひアリータ見てみてください。この辺もよくできていますね。やっぱり輝きがいいですよね。鉄感がしっかり伝わってきます。実際にはプラスチック製なので鉄ではないんですけれどもね。いや、柄の部分との塗り分けが本当に綺麗で素晴らしいです。さあ、そんな感じで漢字の本体を見ていきましょう。
この頭のビニールを取る瞬間が好き。いや、よってもこれよ。髪の毛の質感だけちょっとべったりって感じはするのかなとは思ってたんですけどもね、実際見てみるとそんなことはないです。ただ動画見直してみると確かにちょっとこう髪の毛はべったりかなとは思いました。そんな感じで顔とかは非常によくできております。顔となんて言うんですか、このメタル部分の接続部分も非常によくできていますし、墨入れなんかもかなりしっかり入っております。いや、もう一個一個のラインがすごいよくできてますよね。なんていうか不思議なねボディなんですよね。筋肉質なような機械感も残ってるような、足の裏も指とかしっかり再現されておりますね。すごいよねこの細かさ、さすがホットトイズです。で、裏とかね、後ろ姿とかもこんな感じでしっかりできてまして、稼働はもちろんすごいする。もちろんどころかすっごいよく稼働するんですけれども、パッと見わからないよね。よくできてます。稼働する部分がそんなにわからないようにできています。肩とかはわかりやすいけどね。で、この辺のパーツ、塗り分けもすごいよくできてまして、金属部分だったり、この肩のね、マットな部分だったりとかもね、しっかり塗り分けで再現されています。いや、細かすぎるよね。いつ見ても本当に感動します。で、可動なんですけれども、ざっくりちょっと紹介すると、まあ、肘とかはしっかりしまして、肩も上がります。かなり上げやすいです。で、さらにね、肩に引き出し機構がついてますので、前にちょっと腕を持ってきたりとか、後ろに引っ込めたりとかもできます。いや、ほんとバトルエンジェルということでね、動かしやすければ動かしやすいほど嬉しいんですけど、こういう風にね、胸の部分も2段階、腰の部分も2段階動きまして、他のフィギュアよりもよっぽどよく動くようになっております。いろんなバトルシーンが再現できるんじゃないかなと思います。首元はちょっとね、難しいんですけどもね、足とかもめちゃくちゃ開きまして、これすごいよね。ほんとホットトイズとは思えないぐらい動くんですよ。ほんと僕の買ったホットトイズの中で一番よく動くと思います。足開きすぎだよね。すごいよね。しかもあんまりこう見えない。裏から見ちゃうとこういう風にボールジョイント見えちゃうんですけどね。基本的にはあまり見えない。すごいよくできた作りになっています。膝とかもね、二重関節になってますので、一箇所曲げれる部分ともう一箇所曲げれる部分があります。ちょっとまだね、開けたばかりで硬いんですけどね。ちょっとこの辺がホットトイズ高いから慎重にしないと怖いですよね。まあ硬いのでかなり慎重に動かしてますが、この後結構ね、いじっていたら簡単に曲げれましたので、こんなに僕がやってるほど手こずるものではないと思われます。1回目はちょっと怖いから手こずっちゃったって感じになりますね。で、ここから服を着せていこうと思います。足を外しまして、このね、布を着せていくんですけれども、これがまた薄くて薄くて、超怖かったです、着せるの。破くんじゃないかなと思って、本当に破けそうなぐらい薄いんですよ。まあ、なんですごい慎重にやってるんですけども、これ何倍速かな、5倍速とかで今お送りしております。それでもこの速度だからよっぽど時間かかってますよね。いやー、すごいよくできてる分、薄さが怖い。いつ破けるかわからないって感じですね。あと、色移りも心配なので、ずっと着せておくのはちょっと危ないかなと個人的に思ってたりします。で、上着も着せてあげるんですけれども、チャック部分がめちゃくちゃ怖いんですよ。もう、すんごい時間かかっちゃいました。いやー、本当に破けちゃいそうで、チャックの部分はどうしても力も入れなきゃいけないので、ピンポイントにね。いや、本当に慎重に慎重にやって、やっとここで閉まってくれました。この間どんぐらいかかったんだろうかな。10分ぐらいはやってたのかな。10分は言い過ぎかな。でも本当それぐらい、体感にするとかなり長く感じましたけどね。で、最後に靴をこういう風に履かせてあげて完成になります。いや、でもね、正直なことを言いますと、僕は着せて飾りたいんですよ。これちょっと関節の部分だけちょっと危ないので気をつけてください。しっかり避けてあげてから動かすようにしてあげてほしいんですけれども、いや、本当にかっこいいのよ。そう、正直こっちで飾りたいのは山々です。着せた状態で飾りたいっていうのが本当に個人的な山々なんですけれども、ちょっと色移りだったりとかこの質感だったりとか怖いので、今のところ僕は脱がせて飾ってあります。いや、すごくないですか。これフィギュアだとは思えないよね、いろんなクオリティで。で、頭を外しまして、知らない人は衝撃的だよね。眼球可動がついております。これもまたいいですよね。なので、マグネットについている頭をこういう風に外してあげまして、奥にある白いパーツを専用パーツで動かしてあげると、こういう風に目が動きます。片目だけ動かすとめっちゃ怖いですね。いや、怖いな。今これ映像で見ると怖いですね。こういうふうにいろんな表情がつけられますので、眼球可動って、ね、すごいんですよ。5つ目は紹介しました i8 トイズのね、フィギュアも眼球可動がついてるんですけども、こっちはね、やっぱありた、さすがホットトイズさん。見えるかな、目の血管とかも再現されてるんですね。どの角度に動かしてもしっかりとしたディティールが再現されているの。ディティールと言っても、もうなんだろうな、マクロの世界ですよね。ディティール中のディティールまで再現されているという感じになります。
でやっぱこの姿がかっこよくって、今みたいにこう下を見せてあげることもできますので、本当にいろんな表情が眼球角によってつけることができます。こういう風にね、流し目だったりとか、ホットドイズのね、僕マーティーのバックトゥザフュージョン2のマーティーを持ってるんですけども、あれはちょっとねデフォで流し目なので飾りにくかったりするんですよ。結構やっぱ目線って大事だなって改めてアリッタを手にして思いました。でこういう風にね、ちょっとまあ完全な再現とはならないんですけれども、心臓をねこういう風に差し出すシーンまで再現できたりします。まあ結構カスタムの幅が効くと思いますので、正直あの薄いスーツを着せたまま飾るのは不安なんですけれども、他にこう新たにねカスタム品を買って服とか T シャツとかを買って着せてあげるのもかなりいいんじゃないかなと思っております。実は1個買ってたりします。でまあちょっとまだねこれ買いたて開けたてで、正直あのビビり散らかしたチキンなポージングなんですけれども、こういう風にねちょっとこう刀を振りかざしたシーンだったり、すごい相手を睨みつけてるシーンだったり、本当に眼球カード本当これついてるだけでいろんな表情がフィギュアにつけられるので、僕は本当全フィギュアにつけてほしいぐらいのシステムだったなと思っております。すっごい目つき悪いでしょこのアリータ、いいよねですね、うん、話し切っちゃいましたけど、この辺の手とかいいでしょとか無理やりつけてみたり、まだ行く背中まで行く、あ、僕こんな長いことした、あーよしよしよし。でまああのほらね、アリータといえば続編がやってくれないということでね、ちょっと皆さん、まあ、一部はアーミーまでなって活動しておるんですけども、僕も続編は望んでますよとでそのラストシーンとかもね、こうガッと剣を上に向けてね、まあザレムに向かって宣戦布告をするわけなんですけれども、そんなシーンもねしっかり眼球稼働によって上を向いてしっかりと見据えたアリータが再現できるようになっております。いやマジでかっこいいよね正直。さあそんな感じで今回はホットトイズから発売されましたアリータの紹介になりました。いや本当にかっこいいフィギュアです。いやもう本当にかっこいいフィギュアでずっと楽しみにしていて、で今のところプレミアとかも特についていないので、トイサピンズさんにはあったかちょっと覚えてないんですけどね、あった気がするな、まだ在庫あったような気もします。なのでそんなバカ売れしてるフィギュアでもないですので、欲しいなと思った方はまだ今なら全然定価とか定価以下で手に入るんじゃないかなと思います。非常におすすめのフィギュアでございます。なのでぜひよかったら手に取ってみてください。そんな感じで僕たちフルサクチャンネルはフィギュアのレビューだったり、仮面ライダーだったり、デジモンだったり、いろんなものをやっております。趣味が合う方などいらっしゃいましたら、よかったらチャンネル登録だと高評価の方よろしくお願いします。さあそこでちょっと告知なんですけれども、僕らのチャンネルで先月から始めました、フルサクオモライフという番組なんですけれども、今月ちょっとこちらのアリータのレビューが遅れましたので、その影響によりちょっとだけ延期させていただいております。11月のね中旬までには出そうと思っていますので、少々お待ちください。こちらのねアリータのことに関しても入れておりますので、よかったらぜひご覧ください。そんな感じで今回は長くなりましたが、ご視聴ありがとうございました。またね、次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。